こんにちは。本日はですね、拡大率というテーマで解説していきたいと思います。いつもね、普段、やり取りさせていただいているお客様より、以下のご質問をね、いただきましたんで、こちらの方、まあ、許可いただいてですね、掲載させていただきます。ちょっと読み上げますね。ご質問です。レンズ18から 105F4 を α7-3 で APS-C モードでの使用を考えています。 ジンバル運用ありですが、ズーム仕様で取れ高上がると考えました。アドバイスをお願いします。ということで,で、詳細を私が伺ったところ、APS-C モードでの運用での画質が気になります。あと、蹴られなどです。祭りやイベントをガンガン記録する場合でしょうかということで、はい。えっと、まあ、このお客様はフルサイズのカメラ、α73 を普段お使いで、 でまあ、そこにつけるレンズっていうのはフルサイズ用のレンズを使って運用されていました、まあ、ただズームの伸縮だったりとかあとレンズ自体の重さとか、まあ、高さとか高さって値段の高さとかね大きさとかいろいろやっぱありますんで APS の方が軽いし安いし便利だしとかねいろ、まあ、んな理由がありまして 最近ではうちでもねこうやってトラベラーとかアルファ6500こういうまあ全長の変化しないような便利ズームのシステムっていうのを提案させてもらってます、まあ、当然ね、えー、っとフルサイズに比べたら面積が小さい APS-C モード APS-C のセンサーですが、まあ、その分機動性が上がるってことでね、まあ、その,あのメリット利点っていうのはお客様は把握されていて逆にね、えー デメリット。デメリットは何かなっていうね。はい。そういうご質問でした。はい。で、それに対して、えっと、私が回答したのは、えっと、読みますね。APS-C モードで運用する限り、え蹴られはないですねえ。速射性は上がると思いますが、えブレアノイズも、ね、ブレアノイズもえ、その分拡大率が上がってえ、大きくなる点が難点ですね。と。はい。 けど、そういう運用はいいかと思いますよ。APS-C はマイクロフォーサーズと比べてもさらに大きなセンサーですので、という回答をさせていただきました。はい。そうしましたら、今度お客様からありがとうございます。α6500 などなら拡大しないので有利クエスチョン。そこら辺の仕組みがわかりません。 えー、動画ネタいかがでしょうということで、えっと、この、私がね、結局この拡大率っていうね、ややこしい言葉を使ってしまったんで、えー、そのようなね、えー、ご質問をいただきました。はい。なので、ここで拡大率っていうことをね、えー、まあ、あの、ご存知の方も多いと思いますし、まあ、いろんな言い方、表現あると思うんですが、私は拡大率とか、引き伸ばし倍率っていう言い方をしております。はい。えー、これについてご説明したいと思います。まずね、えー、センサーをね、これ見えますかね。えー、センサー、 まあ、この方お使いなのはアルファ7-3ですね。センサーがこれぐらいだとしたら、ちょっとかけちゃった。だとしたら、アルファ6000、まあ500なり400なり、まあ APSC ですね。字が汚くてすいません。で、一回り小さいセンサーなんで、まあ、こんなに差ないかな。まあまあ、これぐらい。はい。大きい、小さい。フルサイズ APS です。 はい、で当然、フルサイズのセンサーっていうのは、フルサイズ用のレンズっていうのがありますんで、そういったレンズを装着すると、イメージサークルっていうのは、このフルサイズを満たすイメージサークルになります。APS は APS で、AP AP でうんまあ、それに相応した、まあ、小さなイメージサークルになります。APS 専用のレンズをつけた場合ね。 じゃあ今度は APS 専用のレンズをフルサイズにフルサイズのカメラにつけた場合どうなるかっていうとこれがこうなって極端に言うとこうなってですねこの隅っこの部分がイメージサークルが APS 用に設計されたレンズなんで小さいですから狭いですからこの周囲のところがまあ極端に言うとブラックアウトして蹴られというのが発生します。 APS 用の、あの、マウントはね、E マウントなんで、つけることはできるんですよ。APS 用のレンズはね。でも、つけた場合、周辺っていうのは光が行き届かなくなります。はい。そこはお分かりですよね。で、逆に、フルサイズ対応のレンズを APS のカメラ α6400 とか500につけた場合っていうのは、さらに、ここの点線よりもイメージサークルでかくなりますんで、まあ、十分。 はい満たされることになります台は小カネル的なね、はい、感じで、まあ、むしろ中心のいいところを使うってう形になるんで α6400 とか500にフルサイズの例えば G マスターの2、mm、4ミリの F1.4 をつけてまあクロップされるんで換算まあえっと2 4け1 5で3 6ミ、mm、リですかね。うん、ですね。 はい、ってやると中心のおいしいところをまあ開放にしてもシャープに映すことができていろいろ恩恵がありますじゃあこっちはどうなのかっていうとフルサイズそのままの FF モードっていうのかなで使うとこのように周辺が黒く落ちてしまいますですのでフルサイズのカメラで APS-C のレンズをお使いの際っていうのは APS-C モードっていうのを選択しての 読み出しといううかね、こう使うセンサー、本来大きなセンサーなんだけど映像を記録する時にこの APS に相当するこのちっちゃい中央部だけを使ってくださいねっていうそういうモードがありますその APS AP モードっていうのを選択すると APS のレンズをつけてもですね、はい、蹴られることなく、まあ、要は α6500 に 1800号をつけたのと同じような映像を撮ることができます。はい、いまあ、一緒ですね。はい、大小兼ねるんでうん。一緒のことができます。まあ、細かな性能とかね感度とかそういったところは違うのかもしれませんが、まあ、基本的には一緒のえ写りになるはずです。 はい。で、ここで、じゃあ、拡大率っていう話が出てきます。普段この方は、フルサイズセンサーを使ってますんで、フルサイズ用のレンズを使ってますんで、えっとね、最終出力で、この方が例えば、うんそうだな、27型のディスプレイ、27型のディスプレイで、 あのご自身の映像作品を鑑賞しているとしますで。そうすると、このセンサーのフルサイズセンサーね、から、このように拡大して引き伸ばします。引き伸ばして最終結果を鑑賞します。で、アルファ6 5 0 0はフルサイズより一回り小さいですけど、小さい なりにこうぐっと引き伸ばして27インチにします最終見てるのが同じディスプレイサイズだって仮定すると引き伸ばし倍率っていうのはこっちよりもこっちの方がギューッて引き伸ばしますよねはいこれのことをまあ拡大率とか引き伸ばし倍率って言いますはいうんまああのー、ここは APS だからちっちゃいモニターで見るとか うん、大きいセンサーだから大画面の40インチで見るとかっていう風にカメラによって最終のディスプレイまあ鑑賞のその媒体を変えるってことはしないですよね。スマホで見てる人はスマホでいつも見るし、まあ、そういう風に仮定するんだったらもう最終出力っていうか最終の鑑賞は一緒なんで結局違うのはセンサーなんですね。 極小チップだったら思いっきり引き,引き伸ばさなくちゃいけないですしで、そうすると引き伸ばし倍率が上がってくると、うん、まあ当然ですが、ノイズとかね、まああと何ですかね、ブレ、うん、ブレ。同じ周波というか同じブレの程度だったら、こっちもこっちもね、だったらやっぱりよりちっちゃいセンサーの方が、やっぱり、えー、後から引き伸ばした時にブレがまあ目立ちやすくなると。 いうことで、まあ、ブレやノイズが引き伸ばし倍、拡大率かが上がると増えてくると、うん、目立ってくるというご説明をさせていただきました。はい、ですので、普段フルサイズのセンサーにフルサイズのレンズをつけている。それを、えー、APS 用のレンズを持ってきて、拡大率が、うん、センサーのね、イメージセンサーが、使うイメージセンサーが APS-C モードでちっちゃくなっちゃうんで、その分 グーッと引き伸ばさななくちゃいけないけフルサイズよりも余分めに引き伸ばさなくちゃいけないんでノイズのブロックが目立ったりとかブレが目立ったりっていうね、うん、ことがありますよっていうねそういうお話でしたですので、えっと、私はまあ,あのプリントやってる頃から、えー、この A4 プリントなり A3 プリントなり引き伸ばす時に、まあ、ちっちゃい極小の何分の1型のセンサーから、えー、例えばその A3 伸びに引き伸ばす。 というのと、フルサイズとかもしくは、まあ、えー、67とか、シノゴとがね、大きなセンサーになればなるほど、そんなに引き伸ばさなくても済むんで、えー、拡大率が低く済むとか、はい。思いっきり拡大しなくちゃいけないとか、えー、いう使い方をして、まあ、あの、今に至ります。今でも、まあ、プリントっていうものは、まあ、映像にはないものの、ディスプレイっていうのは、まあ、えー、普段は一緒ですんで、そのような表現をしております。はい。えー、お分かりでしょうかね。 ですので、まあ結論ですね。フルサイズのカメラを普段お使いの方が、えー、っと AP、APS-C 用のレンズをフルサイズにつけて APS-C モードで運用されると。これは全然あの問題ございません。はい。α6500 に18105などをつけて運用されるのと多分一緒の結果が得られると思います。ただ、フルサイズのレンズ、フルサイズのカメラで普段やってる方、 からすると、ちょっと拡大率が上がって、まあ、理屈で言うと、ちょっとノイズが目立ったりとかするんじゃないかなっていうね。まあ、それが最終、感度で影響出てくるのか、暗いところが映りにくくなるのかとかね。はい、そういったところにつながってくると思います。はい。あと、えっと、画素数がね、例えば大きなセンサーで1000万画素、小さいセンサーで1000万,万画素、どちらも1000万画素でセンサーサイズが違うよって という話もですねご,ちょっとご質問でいただいているんですけどうんと、うん、光学性のクエスチョン、センサーの画素数クエスチョン、うん、フルサイズだからいいのか、APS でも画素が多ければ高画質なのかとかね、いただいてますが、これはですね以前にセンサーの話、説明をさせていただいておりまして、うん、同じ画素数であれば、まあ、センサーが大きい方が1ピクセルあたりのマス目のね、 細かくく区切った時のこののこマス目の面積が大きくなりますですので余分にちっちゃいチップよりも余分に1個のピクセルが大きいから光を多く取り込むことができてで結果、まあ、ダイナミックレンジにつながったりとかフルエルキャパシティとかっていう表現しましたが、まあ、あと感度が良くなったりとかね、はい、っていうところに寄与すると思いますんでトータルの画質 っていうのは光学性能がちゃんんと担保されれてるんであればねいろんなファクターがあるからねもうズバッて一言で言っちゃうといろいろ語弊は出てくるんですが、まあ、乱暴に言うとですね大きなセンサーの方が、えーまあ、ピクセルの画素,が画素が大きい分だけ画質が上がると、はい、いうふうに言えるかと思います。 はいそんなわけでちょっと回りくどかったですが本日はですね「拡大率」っていうまあ、この一文字で今ねお客様からいただいたご質問について解説させていただきました今後もですねこういうちょっとあの素朴な疑問系、はい、私の想定しないような疑問とかいろいろねご質問いただくこともありますんで動画の説明欄とかにですね書いていただけたらですね是非ともですねまあ うちのこのチャンネルでですね、ネタにさせていただきたいと思いますんで、えー、ぜひともコメントよろしくお願いいたします。ちょっとね、コメントの返信が遅れてまして、えー、先日あのいろいろこうレスさせていただいたんですが、またあの近々追いつくと思いますんで、えー、孤立にですね、コメントいただけたら幸いです。はい、あとね、えー、当店でね、こういったパイロットフライジンバル、えー、販売しておりますんで、ぜひね、気になる方は下の動画説明欄ですね、ご覧になってみてください。 はい。あとね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。えー、本日はね、ちょっと解説系でしたが、あんまりね、えー、うまく喋れなかったかもしれませんが、以上となります。ありがとうございました。